それではこれより第62回原子力規制委員会を始めます最初の議題は関西電力株式会社大井発電所3号及び4号炉の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案に対する意見募集等についての案件です大井発電所3号炉4号炉の審査書案について審議いただくとともに 同案に対する科学的技術的意見募集の実施及び原子力委員会経済産業大臣の意見の聴取についてご審議いただきたいと思いますまず山田原子力規制部長から説明をお願いしますはい原子力規制部長山田でございますそれではあの資料1についてご説明をさせていただきます関西電力株式会社大井発電所3号および4号炉の設置変更許可につきまして 申請につきましては、平成25年7月8日に関西電力から提出はされてございまして、平成28年5月18日、それから11月18日、さらに平成29年2月3日に補正申請の提出を受けてございます。 これらの申請につきましては、審査会合等において審査を進めてきているところでございますけれども、原子炉等規制法第43条の3の8、第2項において順用する同法第43条の3の6、第1項各号にも、のいずれにも適合していると認められるということで、別紙1に示しますとおりの審査の結果の案を作成をいたしてございます。それでは2ページ目をお開きをいただきたいと思います。 この別紙1位が審査結果の取りまとめ案でございますあの形式としてはこれまでの設置変更許可申請に対するものと同様の形で取りまとめてございます1から5ということで5項目にまとめてございますまず1項目法第43条3-6第1項第1号平和の目的以外に利用される恐れがないことということでございますけれども この申請につきましては発電用原子炉の使用の目的商業発電用ということについて変更するものではないことそれから2つ目2つ目のポス3つ目のポスにつきましては使用済み燃料の再処理に関しての方針それから4つ目につきましては蒸気以外の取り扱いを必要とする使用済み燃料が生じた場合ということでございますけれどもこれらすべてについて従来の方針に変更はないということで 平和の目的以外に利用されるそれから2つ目、法第43条の3の6第1項第2号発電用原子炉を設置するために必要な経理的基礎にかかる部分でございますけれどもこの申請につきましては工事に要する資金として関西電力は約1220億円としてございますけれどもこれらについては自己資金、社債および借入金により調達する計画としてございます。 この資金の調達、この資金に対しての資金の調達の実績、調達にかかる自己資金、および外部資金の状況、調達計画等を踏まえますと、工事に要する資金の調達は可能というふうに考えられるということで、必要な経営的規があると認められるとしてございます。3発、4発、5ポスこれは科学的技術的内容に関するものでございますけれども、3ポスについては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力にかかる部分、 それから4発については重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電予言子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力それから5発については発電予言子炉施設の位置構造及び設備が原子力規制規委員会規則に定める基準に適合するものであるということこれら3点についての審査の結果につきましては 10ページ目の後ろにございますけれども、添付ということで、審査書の形にまとめてございます、こちらの詳細につきましては、後ほどご説明をさせていただきたいと思います。で、1ページ目にお戻りいただきまして、この審査結果の案をご審議をいただいた上えで、科学的技術的意見の募集、それから現職委員会及び経済産業大臣の意見を聞くということについてのご議論をお願いできればと考えてございます。 意見募集の実施につきましては別市一に添付をしております別市1に添付につけてございます審査手法に対して科学的技術的意見の募集を行うということで本日ご決定いただきましたら明日から三十日間の予定で実施をするしたいというふうに考えてございますそれから原子力委員会への意見の聴取でございますけれども別市の二ということで 6ページ目と7ページ目に文書を添付してございますけれども、平和目的に関することということで、えー、別紙の位置にございました1ポツの平和目的の部分についてを、あの別紙に記載をしてございますので、これについての意見の聴取を行うということでございます。それから4ポツ、いや1ページ目を戻りいたい、4ポツ経済産業大臣への意見聴取については、先ほどの審査結果取りまとめの1から5までのすべてについて、 意見を伺うということで、審査書を添付した上えで、意見を聞くということにさせていただければと考えてございます。それから、ごポー今後の予定でございますけれども、科学的技術的意見の募集、並びに原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえた上で、改めて許可に関する可否についてのご判断をお願いしたいということでございます。 それでは、三河調整官と小林総括官の方から、審査書の案についてのご説明をさせていただきたいと思います。安全規制調整官の三河でございます。それでは、あの添付の審査書案について説明をさせていただきます。まず、3ページをお開きください。 中ほどのた書きでございますけれども、本件は3、4号炉のみの申請ということでございますので、審査は1号炉および2号炉の原子炉容器には燃料を送化しない前提として審査をしてございます。その下に本審査書の構成というところで、ローマ数字の2、3、4に審査内容を示してございまして、5で審査結果として結論を示してございます。 次のページからは、設置および運転のための技術的能力ということで、ここでは組織でありますとか、品質保証活動体制等につきまして、確認した結果を記載してございます。それから、10ページ目からでございますけれども、ここから設置許可基準に対する審査内容を記載してございます。 まず地震、津波、火山関係から出てまいりますので、小林総括官の方から説明をお願いいたします、はい。総括官の小林でございます。私の方から地震、津波の関係、ご説明させていただきます。10ページからは基準地震動関係でございます。11ページの一番下の方で、まずは地下構造の評価といった項目がございます。これにつきましては、12ページを開きいただきたいと思います。12ページの中ほど以降でございます。 この地下構造の評価につきましては、規制委員会は審査の過程におきまして、申請者が当初、文字等において実施されたサイ特性の評価などをもとに、この地下構造モデルを設定していたために、この発電所の敷地の地下構造を把握するための調査を実施して、その評価を地下構造モデルに反映させるように、規制委員会として求めてございます。 これに対しまして申請者は敷地内で実施しました微動荒れ観測などに基づきまして一次元の速度構造を推定し地下構造モデルを設定してございます12ページ以降が今度は敷地ごとに震源を特定して作成する地震動でございます13ページです震源として考慮する火山層としまして特記すべきところは14ページをご覧いただきたいと思います ここでは、えー、と審査の過程におきまして申請者が当初敷地の中の東側のダイバーハーマトレンチ調査により認められた破砕体について、えー、規制委員会としては調査データを拡充し改めて評価結果を示すように求めてございます。 これに対しまして、申請者は、磁気探査などを実施して、データ拡充を図りまして、地下構造を見直してございます。その結果、破砕部は分布範囲も限定的、かつ変動地形が認められないことから、震源として考慮する火山層ではないとの評価結果を示してございます。それから14ページ以降が、今度は検討地震の選定でございます。15ページをご覧いただきたいと思います。 一番下の部分に、規制委員会としてのコメントございます。規制委員会は審査の過程におきまして、申請者が当初、FOA ・ FOB 断層と熊川断層の同時活動を考慮する必要はないと評価していたために、やはり連動破壊は否定することは難しいということで、かつ敷地に与える影響が大きくなるよう連動する場合を考慮することを求めでございます。申請者はこれらを反映して、検討地震の選定にかる評価をお示しでございます。 16ページをご覧いただきたいと思います。地震動評価でございます。で、この中で、えー、解釈別記の中でも明記してございますけど、震源が、えー、敷地に極めて近い場合は、各種の不対称さが地震動評価に与える影響により、えー、詳細に評価し、十分な余裕を考慮して近地震動を作成することを私ども求めてございます。 でそれに対しまして FO A、FOA、FOB、熊川断層でございますけど、16ページの下のところ、丸1と示してございます。これはまさに震源が敷地にごく近いという断層でございまして、これにつきましては、17ページをご覧いただきたいと思いますけど、16ページから17ページにかけて、その不確かさの考慮等についての記述でございます。で特に基本ケースについては、断層上端を4キロから3キロ、 にしてかつアスペリティは保守的に断層面に最も近い浅い場所に置くというようなことそれから確かさのケースとして短縮レベル1.5倍それから傾斜角を90度のみならず敷地に近い方に75度に傾けたもの でプラスこの色紙にごく近いということもありまして他のサイトでは求めていない短周期レベルと破壊電波速度を大きくしたケースにつきましてもこれを評価してございます次に18ページをご覧いただきたいと思いますこの結果この地震度評価につきましての 規制委員会として当初、震源パラメータのうち、先ほど申し上げました上端深さにつきましては、申請者が当初、4キロに設定していたということで、速度構造や微小地震の発生状況を考慮して、改めて検討するように、規制委員会として求めてございます。これに対しまして、申請者は微動データ等に基づいて、断層上端深さを3キロに設定し直しと地震動揺価を行ってございます。 次に19ページでございます。ここからが震源を特定せず策定する地震動でございます。20ページをご覧いただきたいと思います。上から10行目ほどに書いてございますけど、この震源を特定せず策定する地震動、このサイトにおきましては、2000年の鳥取県西部地震、それから2004年の北海道留萌市町南部地震を採用してございます。これらの結果から基準地震の策定が20ページの4ポイに記載してございます。 下の方をご覧いただきたいと思いますけど、確保1として、まず敷地ごとに人間を特定して作成する地震動、これにつきましては、丸1としまして、オートスペクトルに基づく地震度表計結果を踏まえて、近似震度 SS1 を作成してございます。最大加速度水平で,700ガでございます。 それから、丸二で断層モデルを用いた手法による地震動評価、これが近地震度 SS2 から SS17 ということで、最大加速度は水平で856ガルを策定してございます。一方、震源を特定せず作成する地震度でございますけれども、先ほどの鳥取県西部、えー、北海道留萌市町南部地震によりまして、SS18、SS19 を策定してございまして、最大加速度は水平方向で620ガルでございます。 21ページが周辺斜面の安定性でございまして、ここでは動的解析結果から得られた最小滑り安全率は1.2を上回るということを確認してございます。次に少し飛びまして、地盤の件で31ページでございます。積極基準対象施設の地盤が31ページからでございます。 一番下のところ、地盤の変異でございますけども、これについては、耐震利用施設を将来活動する可能性のある断層等の路頭のないがないことを確認した地盤に設置することを求めてございます。これにつきましては、32ページをご覧いただきたいと思いますけど 32ページの中ほどの括弧4でございます。結果として、耐震事故施設設置地付近に確認される計11畳の破砕体は、将来活動する可能性のある断層等ではないと評価してございます。この点につきましては、少しだ前に戻りますけど、この審査書の3ページをご覧いただきたいと思います。3ページのところに、敷地内破砕体の調査に関する有識者会合の記述がございます。 3ページの中ほどの名を書きでございます。この有識者会合の報告も重要な知見の一つとして、参考として、この評価に用いてございます。32ページに戻っていただきたいと思います。32ページからが地盤の指示でございます。ここでは33ページの括弧7に記載してございますように、3号、4号の原子力核の施設。 などにつきましては基礎底面最大傾斜は二千分の一を下回ることをなどを確認してございます。それから三十四ページ地盤の変形でございます。ここではゆする込み沈下や液状化によるフト沈下の影響を受ける恐れがないということを確認してございます。それから三十五ページからは基準津波でございます。 ここでは少し飛びますけど、40ページをご覧いただきたいと思います。40ページの上から2行目あたりに書いてございます通り、計算の結果、発電所へ影響が大きい若狭階級列付近断層とオキトラフ海底地滑りの組み合わせ、これを基準津波として選定してございますで。この結果の入力津波でございますけど、また少し飛びますけど、47ページをご覧いただきたいと思います。 47ページの8行目あたりに書いてございます、入力すラムでございます、海水ポンプ室全面の入力すラ高さ、TP プラス6.3メートルに対し、海水ポンプ室の床面の位置が TP プラス2.5メートルであることから、流入可能性のある計量として、海水ポンプ室床面開口部を特定してございます。 これに対しまして、この中ほどの B ポーツに書いてございます、流入防止対策でございます。この海水ポンプエネルギーは全面およびその周辺に、それぞれ TP9 メートルと8メートルの水液を設置し、流入防止対策を施してございます。なお、あの放水路側でございますけどこれにつきましては、この B ポーツの少し上のところに書いてございますように、放水ピットの入力津波高さ、TP8.8、これは125ガーでございます。 それから3が、4号路側が8.3メートルでございますけど、おこれが2、6津波の高さで、それに対しまして、それで敷地高さが TP プラス9.3メートル、えー、TP プラス9.7メートルであるため、流入の可能性はないとしてございます。えー、次、えー、また少し飛びますけどお、火山関係でございます。66ページからでございます。66ページからが火山の影響に対する設計方針でございます。 結果としまして、69ページをご覧いただきたいと思います。69ページの上から2行目あたりから記載してございますけど、シミュレーションとか、それから周辺地域での調査、地質調査等に基づきまして、括弧4に書いてございますように、敷地における高架火災物の最大の圧を10センチと設定してございます。これを踏まえまして、以降、71ページ以降をですね、 高架化災物に対する設計方針としまして、その影響によって安全機能が損なわれない設計方針としていることを確認してございます。以上が、えー、っとそれとあと、プラス、えーっと、ちょっとだいぶ飛びますけど、重大事故対象施設の方の地震津波でございます、これが少しでも252ページ以降をご覧いただきたいと思います。 252ページ以降が重大事故等対象施設に対する要求事項でございます。ここでは252ページの地盤、それから253ページの地震、それから255ページ、周辺、斜面の安定性、そして256ページ、津波等の損傷の防止について記載してございます。これらについても基準に対して、要求事項に対して満足しているということを確認してございます。私からの説明は以上でございます。 続きまして、えー、私の方から、あのー、プラント施設関係について説明させていただきます。えー 土井発電所の特徴といたしましては、まあ、山に囲まれた地形ということで、81ページでございますけれども、ここから自然現象に対する設計方針というところで、次の82ページの、はちポツのところで地滑りに対してという記述がございます。あの発所周辺にです、ね、あの 土石流危険区域がございまして、ここから土石流が流れ込むことを防止するために、園庭をその渓流に設置する設計としてございます。 まあ、あのその他あの後ほどあの記述があるんですけれども、一、えー、水対策としてあの、海抜の高いところに、あの容量の大きなあの淡水タンクがございまして、えー、これがあの地震で壊れた場合に、一水源となりますので、えー、そのエリアに建てを掘ってあの、トンネルを通して排水するという対策も取られてございます。えー、続きまして、えー、ちょっと飛ぶのですがあのページを ここからは、あの S.A 関係で審査過程におけます主な論点となったようなところが記載してございますがあの、内容的にはですね、あの先般の限界原,原子力発電所と同じでございます。 大井発電所はあの発電所としてもですね、あの、限界の3、4号と同じタイプでございまして、一時計はフォーループで、格納容器は PCCV ということで、あのプレストレストコンクリート製の格納容器でございます。192ページ、括弧1に、川月逃がし弁の回操作の確実性という記載をしてございますが、 ここでは、炉心が溶融した場合に原子炉容器が破損するまでに内部の圧力を2メガパスカル以下に低減させて溶融炉心の激しい噴出を防止するということが求められておりましてそのためにです、ね、川の逃がし弁の解装作を確実に行うということが重要となってまいります。 最初に、海の判断基準といたしましては、炉心出口温度が350度と、格納容器内の放射線量がある一定の値になったときということでございますので、炉心の出口温度が350度になったときに、常時監視する運転員を配置させませて、それでモニターにつきましても、低レンジ側と高レンジ側、両方で調光段階から監視するということとしてございます。 続きまして197ページでございますけれどもこれはその他事項というところで以前から話題となっておりましたあの水蒸気爆発についての記載でございます。まあ、あの要約いたしますとこれまでの大規模なその実験の中で溶融物と水との反応で水蒸気爆発が生じたケースがあるということですけれどもこれはあの実機と異なる条件で発生しておりまし 実機に近い条件では発生していないということで、水蒸気爆発の可能性は極めて低いということを記載しておるんですが、ここでキーワードになってまいりますのが、5行目ぐらいのところから、液液直接接触というものが出てまいります。これは高温の溶油物と水が液体の状態で直接接触することによって、急激な熱伝達が起こりまして、水蒸気爆発に至るというものと、 今回あの蒸気膜というワードを追加してございます。これは溶油物があの水中に入りますとその周りに、えー、蒸気の層ができましてこれがちょうど緩衝材のようになって直接接触を、まあ、防ぐ効果があるということで、えー、ここであの 実験で水蒸気爆発が発生したケースにつきましてこの蒸気膜に外乱を与えてそれを崩壊させて直接接触をさせるということともう一つは溶融物の温度をまあ,あの 高くしたたケースがあっとということで溶融、えー、物の温度が高くなりますと蒸気膜は安定するのですけれどもまああの固化があの起こりにくくなりますので、えー、液体の状態が長く,長く続くということでえー、液,液接触があの生じやすくなるということで、まあ、あの実機においては外乱要素がないということと、えー、温度が低いので、えーえー、まああの固化が起こりやすくて、まあ、あの液,液接触の えー、可能性は少ないということで水蒸気爆発の可能性は極めて低いということを確認したということを書いてございます。えー、続きまして202ページであのイグナイターの信頼性向上というものがございまして溶融、えー、炉心とコ,コ,コンクリートのその相互作用で水素が発生しますが、えー この水素につきましては、不確かさを考慮した場合にです、ね、触媒式のパワーという水素の処理装置のみでは、安全な領域の水素濃度13%以下にできませんので、電気式のイグナイターを追加することとしてございます。 電気式ということで、あの電源系統も2系統から給電,で給電できる設計といたしまして、それと格納容器内に入る電気ペネトレーションも多重化いたしまして、多重化と一一的分散を図りまして、信頼性の向上が図られてございます。続きまして、207ページの、溶融炉心落下後の格納容器の閉じ込め機能と、 いうことで原子炉のその下部キャビティ室ではあの底面はですねあのコンクリートに覆われておるのですけれども側面にはあの機密性を確保するライナープレートがございまして溶融炉心がライナープレートと直接接触した場合に、まあ、漏えいがあの生じるのではないかということに対しまして、まあ、あの非常に厚いコンクリートを貫通して外部環境に達するとは考えにくいんですけれども、えー、まあ仮にリークパスを想定した場合であったとしても放出量で で設定した格納容器漏え率に対しては十分小さいので影響はありませんということが書いておりまして、次のページにはさらなる安全性向上対策といたしまして、株キャビティにそのコンクリートの防護壁を設置しまして、ライナープレートと用意炉心の直接の接触を防止するという対策もしてございます。最後に飛んでいただきまして、341ページでございますけれども、 使用済み燃料ピットのことが記載してございます使用済み燃料ピットから大量の水の漏があが発生した場合に水をスプレーすることになるのですがこのスプレー条件によりましては臨界の,の制限値に近づくこともあるということで申請者はそのピットの貯蔵領域を まあ設定しましてですね、まああのミリン会を維持できることとしてございます。まあ具体的にはあのえ燃えやすいあの新燃料はあの外側に配置いたしまして、核分裂による中性子が発生したとしてもえ外に逃がすとおいうことでまあ連鎖反応をまあ防止するというような対策で管理するということを確認してございます。以上があの審査結果あの審査内容でございまして、結果といたしましては四百十一ページ。 の審査結果ということで、当該申請は原子力統計法四十三条三の六第一項第二号の技術的能力にかかる部分と三号及び四号に規定されます許可の基準に適合しているものと認められるという結果としてございます。審査所案の説明は以上でございます。少しなくなりましたか、<あ>以上でございます。はい、ありがとうございました。それではあの。<coughs> 各委員からのご意見、ご質問いただきたいと思いますが、まず審査にあたられました、田委員、かご意見ありますか、まあ。意見ではありませんけれども、これ、うんあの、説明の中にあったように、路系としては先に、えー、審査を、許可にかかる審査を終えた、現海34号機と同じ、4ループ、それから PCCV、ですから、現海34のとと同じような特徴の議論で、 減圧の方式、それから PCCB の耐震性等々にかかるところが、まあ、審査の中心という形になりました、以上です。えっと、今あの、説明があったようにです、ね、この,あの、まあ、地震、津波関係の審査、あと敷地内断層についての審査につきましてはです、ねあの、まず最初にあの有識者会合によるあの評価というのが行われました。 これは前任の島崎委員の時にほとんど行われたわけですけれどもそこで F6 断層という敷地を南北に貫く断層が問題になりましてこれについては相当大規模なトレンチ調査などを行いまして一応活動性がないということを有識者会合として確認されました。ただそのの有識者会合ではです、ね、敷地の 北部、北の海岸沿いにあるあの大バハマというところのそのでトレンチを行ったときに見出された断層がですねこれがあの、まあ、後期更新制以後の活動性が否定できないということでそれについてはですね私の時代に私は就任してからあの詳しい調査現地調査を含めてですね ボーリング調査それから磁気探査といったようなことを行いましてこれもです、ねあのまあ、あの地層境界にある断層であってそれがです、ね、非常に限られた領域にあるということでこれは重要施設の直下にはないわけでして敷地の中ではありますけれども重要施設からはだいぶ離れております。 でまあ、震源として考慮する活断層ではないというあの結論になりましたで、まあ、一応、えー、地震津波火山関係についてはですねここに書いてあるとおりである、えー、そういうことであのよろしいと思います以上ですはいそれではほかどうぞ自由にりありがとうございますた関係で3つばかり教えてください まず197ページでしょうか水蒸気爆発のところございましたあの水蒸気爆発のメカニズム打ちましょうかですねどういう場合に起こりどういう場合に起こらないというです、ね、それなりに分かってきてるかと思うんですが前回のですね「限界34号炉の時のパブック面においてですねこのエについて何点かありそれを踏まえてあの審査ても若干修正したところもあったかなと理解してますが今回の審査においてですね 原子炉容器外で焼酎事象として水力爆発を除去したことについて特に注意した点というのはどの辺にあったのか教えていただけますまず、えー、規制庁の参加でございます 前回以降、あの修正した点といいますのは、あのえー、先ほどお話がありましたよう、あすみません、あの先ほど説明させていただきました、この蒸気膜の件でございますけれども、まああのえー、蒸気膜については、温度が高くなると、まああの、そちらの方の影響が大きくなって、まああのえー、水蒸気爆発が発生、えーまあ、しやすくなるということなのですが、えーまあ、あのそれにあたって、えー、その 注意した点ということでございますけれども、えー、特にあの、えー、と事業者からその示されましたあの試験結果等をです、ねまあ、あの詳細に見まして、えー 果たしてそういう結果となっているかというところについて、その条件と比較しながら、入念に審査したということでございますが。ちょっと補足させてください。というかあの、今の説明ですけれども、限界3・4と審査の内容に変わるところが本質的にあるわけではありません。ただ、あの限界3・4のパブリックコメントの際に指摘もあったように、まあ、記載の適正化に、えー、心がけた。 という部分での変更でありますけれども基本的にこの FCI に関わる審査の内容において現海34と今回の大井34についての変わわりりがああるわけではありません 2>, 2つ目ですけども2078ページぐでしょうかー、えー、ローシンとコンクリートの総合作用のところで原子炉の下部キャビティ内に防護壁を設置していたんですけども。 ブののキャビッチというのはです、ね、あの四角くじゃなくてちょっと,ちょっとこっちらが空いてるっていうのがですねちょっとあのややこしい形をしてると思うんですけどもこれは防護壁はその全てにわたって防護壁をするということなのかまたあの下にですね用意をしに来た時にその圧力の逃げ場所っていうか圧力がどういうふうに抜けるかとかそういうことについてもチェックしたのか教えてください。 はいえー、ご指摘のとおり、えー、カーブキャビティのあの構造で,です、ね、あのその路地周りだけではなくてあの、まあ、コンジッとチューブ等があの下からあの挿入、えー、するようなそのチューブがあー入るようなあ、えー、通路のようなものがございます。えー、その防護壁は、あのその通路を このところもです、ね、あのあの水が入るその一定の,その高さ1.2メートル程度なんですけれどもの範囲についてその部分についても設置してございます。それとその 水蒸気の,その抜け方なんですけれども、まあ、あの原子炉容器とそのコンクリートの間に加えましてあの今、申しましたこの通路から逃げていくというのも相当量ございますということを確認してございます。はい。 つるでしょうかあの核燃料機がですねボリュームが小さくなってくると水素燃焼あるいは水素爆発にようですね対応しなきゃいけなくてパーとイグナイターがあるとでまたその場所も変えて、えー、電源ラインも変えてとうとうなってるんですこれはあれですかねその実際にそれが有効に働くかどうかっていうのはある時に検査をしていくということに将来になっていくんでしょうか パートあのイングライターにつきましては、あのその設置時にはその使用前検査がございまして、えー、その後につきましてはあの、えー、事業者において実施されるあの、定期事業者等で確認されることとなってございます。 ちょっと補足しますけれどもあの実際に格納容器に備えてから関連性物質を使っての検査をすることはそのご承知のように不可能ですからあの検査において確認するのは、まあ、動作の確認になろうと思いますで一方イグナイターとそれからパワーの有効性については実際の水素と例えば水蒸気、えー、っとの混合器における試験というのはやはりその個別の機器の使用を定める上での試験 で確認していいくこととになると思いますで今回は特にそのパワーにだけではなくてイグナイターにも期待するということでイグナイターの電源系統の信頼性向上を求めてで、まあ、この点に関して言うとある意味その「限界34」よりも、まあ、良い提案があってです、ね、そのイグナイターの電源の多重化とその構成に関して工夫が見られたと。 という意味でその今回のオイ産業のイグナイターの信頼性については十分、えー、基準を満たしているものという判断をしました。番員お願いします。えっとあの昨年、えー、地震動評価の手法について、えー、議論があったときにこのまあオイさんについては、えー、細かい話をお聞きしたところですけれども改めてえっ、ー、と確認をしたいと思います。でまずそのまあ入倉三宅シを用いる場合に。 地表面に現れていない断層をどこまで見込むかというのが重要ですのでその意味でこの FOAFOB と熊川断層を全部連続したものとして評価したというのは良いことだと思いますけれども一方でその両端がどこまで伸びているかという点についてはどのような評価を行って、まあ、何を根拠にそれで妥当だと判断したのかその説明をお願いします。 は小林でござい FOA、FOB FO のまず海側の北西側でございますけど、これは FOB が海上音波探査の結果で、それよりもさらに北西側には伸びないということを海上音波探査の結果からこれは判断してございます。 これは北側でございます。で、一方、あの南東側でございます、これ、球磨川断層でございますけどこれはあの、陸にあの伸びてますので、これにつきましては、えっ、ー、と、音波探査、いわゆる地震探査ですね、いわゆる地下の構造を、まあ叩いて調べるような調査、それから地表地質調査、そういったもので、えー、南の止めを判断してございます。これについてはわれわれ確認した上でです、ね、問題ないことを確認してございます。 審査書案の16ページから17ページのところにかけてその不確かさの解析をやっているんですけれどもこれも昨年ご説明を伺いましたがその個々のパラメーターについてまあ不確かさを評価している場合と組み合わせてやっている場合と確かあったと思うんですね。でその考え方なんですけれどもまあもともとその基本ケースのパラメーターというのがいわゆる保守的な。 かなり厳しい条件を選ばれていると思いますがそれを、まあ、ありえないとは言わないまでも相当極端な値にここを振ってみてでその結果を踏まえてどのパラメーターがどれぐらい効いているのかというのを把握した上で総合的な不確かさの評価をやったというそういう理解でよろしいんでしょうか。えますここののところはは、ねま、地震度評価の不確かさについては えとこのガイドの中にも示してございますけど、一つはその認識論的な不確かさ、それからもう一つは偶発的な不確かさ、この2つに分けてです、ね、考えてみるということになっています。ただ、その中身、どういうパラメーターがどちらに属するかというのは、これは審査の中で確認してございます。例例えばえー、と偶発的であればばば偶発的なものであれば例えば 自然が持っているものとしてですね破壊開始点とかそういったものは、まあ、自然が持っているものなんで、まあ、どこで起きるかわからないんでこれについては頂上させて、まあ、考えましょうということに審査の中で考えておりますそれからもう一つの認識論的不確かさでございますがこれはいわゆるその調査とかその分析である程度確定できるものまあ大井の,の場合でいうと断層傾斜角これについてはある程度調査で90度ということが分かってます。ただ もっとやっぱり厳しい方向でこの敷地の方に寝かせて75度で評価してみるとこれについてはまあ単独で評価するということになっていますただ今回先ほど説明しましたようにこの FOAFOB 球で川ね非常に敷地から近いということでございますので特に多イトでは考えられないような その応力光火量とそれから破壊電波速度こういったものを調上するとかですねこういうような評価を改めてやりまして結果としてえ地震波として今19波ありますけどそのうちの8波がそのおありえないといいますかえ他のサイトでは組み合わせてないような不確かさの組み合わせをやった結果が8波が 基準地震ととして作成されたということでございます、まあ、このような形で非常に保守的な考え方で今回の地震度評価は行ってございます。以上ではやってないようなということなんですけれどもつまりそのどこまで重ね合わせるべきかというところがなかなかこう分かりにくいところがあるんですけれどもそれについては何か議論があったんでしょうか もちろん審査の中で、えー、どこまで組み合わせるべきかですね、えー、だからまずは一つはその、えー、認識論的不確かさと偶発的不確かさのはどういうパラメータがあるかといったところをまず審査で確認してで、えー、そういった偶発的なものであれば先ほど言いましたように頂上、えー、する必要があるというようなあ審査の結果になってますし、えー、逆にその認識論的不確かさのパラメータについてはこれについてはえー ここまで頂上する必要はないんじゃないかという議論を審査の中で行いましてその結果としてこういう組み合わせが選ばれているといいとでございます、はいえーと。あともう一つ、えー、とプラント側のことでお聞きしたいんですが、えー、と先ほど最後に説明がありました341ページの使用済み燃料ピットの話なんですが、まあ、ある条件の下ではその 未臨海を維持できるかどうかわからないということでその燃料の配置を考えるということでしたけれども具体的にどういう条件設定をしたときにその未臨海が維持できなくなるという評価だったんでしょう。あでございます、えー、と未臨界はあの えー、維持はできるんですけれども、えー、そのお実行増倍率がその未輪解を判断するその数値にまああの近づいてくるということでございますでどういう条件かということなんですけれども、えー、あの燃料ピットから水が抜けた時に、えーえー、放水するのですがその放水の,、えー、そのし,しぶきの流形を変えていったとにに、えー ある一定の数値になってきたときに、えー、その実行動倍率にそのあのピークが見られると、まあ、ただし、未臨界をその制限した数値には、その達しないレベルでの,そのピークが見られるということでございます。ということは、相当極端な状況で、まあ、理論上、非常にその、 なんていうんですかね、まき、あ、わどいところになっていくので、そういう措置を念のため取るということでしょう。あ、はい、あのそういうことでございます。本当にあの偶然にもあのそうなったときに、えー、条件が揃ったときに、まああのその数値が上がってしまうということでございます。はい、はい。今度は質問ですけれども、えー、審査書の15ページに、えー、検討余地震の設定について。えー 書かれていてい1つのポイントが FOAFOB 断層と球磨川断層についてこれを連動させるかさせないかというところで申請者はその選定について以下の通りとしているところに、まあ、申請者の主張が表れていて FOAFOB 断層と球磨川断層については約 15km の離核を有し両断層間が連続するような地質構造等は,は認められないとが、まあ、連動させますと。 でえー、下にその規制委員会としての判断が書かれていて断層の有無が不明瞭な区間が相当あり連動破壊を否定することは難しいと、えー、ことからつな、まあ、げてとていうことなんですけれども要するに申請者の当初の主張とそれから審査をする側の主張は明らかに異なるわけですけどこれはその後の議論においてその合意したのかそれとも申請者は連動するとは思ってないけど これでやれっていう形になったのか、これは審査の経過はどうなんですか。はい、あの総活産の小林でございます。あの結果的にですね、やっぱり基準地震動でこれをこうあのいわゆるこの連動したものをあの採用してますんで、ここはあの事業者としてはそこは納得した上でですね、この基準地震動を定めたということでございます。 あのもし仮にです、ね、仮に納得していないんであればです、ね、その基準地震動ではなくて、例えば検討用のケースでやったとかです、ね、そういう結果になるわけでございますけど、今回のケースでいうと、これはまさに基準地震動として、この連動したものを採用したということでございますんで、事業者と,業者としては納得した上で、こういうような評価をしたということでございますこの断層の有無が不明瞭な区間が相当ありっていうのは、その技術的な知見として一般性があるというか。 あ定着したものと考えてい特にですねあのオバマ湾の中での海上音パターンですねこれについてはまあ音響基盤といいますか非常にその探査をやっても非常に分かりづらい部分だったものですからただからこのところについてはまさにここに書いてございますように非常にその疑義がある部分がああ疑義があるところは 多々あるということでこの部分についてやはり連動破壊は否定できないんじゃないかということで私どもコメントしたものでございます特にオバママン内での会場のパターンの結果だと思いますえっとよろしいですかえっと私からもちょっと感想みたいなことですけれども規制委員会が発足したときにはこの原子炉は動いていたわけですねそれで優先的にいろんな審査を進めてきて で,ですがいろいろ状況の変化があって、まあ、今日に至ったというところがあります。それでその間あの特に地震動活断層の調査については随分いろんな議論があって相当詳細な調査を島崎委員の下でやって一応そ,のそこのとこ,ところについては先ほど出てましたダイバーハマについても地滑りであるとか。 えと大きなトレンチを掘って <laughs> F6 断層だったんですかねあれがつながってないっていうようなことも確認したということがありますでまあ島崎委員が当時その中心になってこの点については審査をしていただいて今あの議論になりました FOAB それから熊川断層もまあ連続したものとして見なすべきだと。それから 震源の深さも4キロという申請者のあれがあったけど3キロもう少し浅くすべきだということいろんな保守的な評価をしてきたと思うんです。であの今 <laughs> 横ずれ断層についての評価についていろいろあの島崎委員から意見が出てますけどもそれも含めてあの十分保守的なあの。 評価をしているというふうに私は認識してるんですが。まあ再確認ですけど、それでよろしいですよね。えっと、総さんございます。あの、まあ繰り返しになりますけど、特にやはり。あの、エフオーエフビーにつき、熊谷については。敷地のごく近傍にあると。 いうことでございますので、その点やはり、えー、さらにですね、そういった保守的なところを重ね合わせてまあ評価したということで、今あ,あの委員長がおっしゃられたようにですね、えー、この地震動評価については非常に私どもとしては適切なものだという,ふうに考えてございます。はい、ありがとうございました。えー、っと一応あの他にご意見がなければ審査書案についてえー、っと取りまとめるということを。 よろししいでしょうか、はい、それから別紙の3の方にありますが別紙2、3の方に科学的技術的意見募集いわゆるパブコメと同時に手続きとして原子力委員会の意見聴取経済産業大臣の意見聴取を行うということになっておりますがこれもこの通りでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございいます えっとそれでは、別紙1のとおり、審査書案を取りまとめ、えーっとパブ、パブリックコメントを事務局から提案のとおり行うということ、さらには現職委員会、経済産業大臣の意見聴取を行うこととしたいと思います。どううもありがとうございました えっと、次の議題は、高エネルギーアーク損傷に係る実用発電用原子炉およびその付属施設の技術基準に関する規則等の一部改正等、並びにそれらの意見募集についてです。安全研究などによる知見を踏まえた高エネルギーアーク損傷に関する今後の対応について、事務局より、えー、まず説明をお願いします。紫番課長から。 на はい、気節庁の蔵崎でございます。えっ、ー、と資料に基づきましてご説明させていただきます。えっ、ー、とまず背景でございますけれども、高エネルギーの悪放電がですね、電気板等で発生した場合に、いいまあ、急激な圧力上昇を伴う爆発によってまず損傷が生ずるほか、続きましてその熱の影響で悪化災というものが発生するという可能性があります。でそれによってその機器の損壊等がより拡大するという恐れがあるということでございます。これらの減少、高エネルギーアーク 損傷といいまして、えーそのでんえー、皮膚が発生した電気板に連結されている電気板も同時に損壊、延焼して安全機能の影響を及ぶ恐れがあるという現象でございます。で、規制庁ではあの安全研究におきまして、この研究を行っておりまして、電気板の遮断機のです、ね、継続時間を調整するということによって、 アーク放電の継続時間を短縮することによってです、ね、その火災に至るまでの,そのエネルギーの蓄積量の敷地的なものがあるということが分かりましてその敷地に達するような前にです、ね、アーク放電を切ることができればそのアーク放電による爆発の影響というのを減少させることができますし発熱を抑制して火災の発生を防止することができるということがわかります。 で、えー、従来あの原子力発電所等の重要安全施設への電力供給にかかる不安電系設備に関しましてはあの火災の発生防止感知消化とか影響軽減という措置が講じられているほかにですね、えー、と異常を検知して電気系統の例えば短絡等が発生した場合でも遮断機でそれを切って隔離するとかっていうようなこととかあるいはその系統の多重性多様性あるいは独立性の確保というものはなされま 出てきております。で従いまして、これらの対策でえ重要安全施設への電力供給というのは十分確保されるということになります。けれども、今回のあの研究の結果の新たな知見を踏まえまして保安電源設備の信頼性をより一層向上していくということが重要かと考えております。で、このため、今回あの保安電源設備のうちですね。重要安全施設への電力供給に係る電気版。それとそれに影響を与えうるう常用の電気。 というものがです、ね、連結されている例もあるということが分かりましたのでそこまで対象として、えー、それを対象電気板というふうにここがちょっと省略してますがそういったものを対象にして皮膚に関する規制というものを検討してまいりました。 でなお、あの皮膚のさらなる影響の程度に関しましてはです、ね、引き続き安全研究を行って、必要があればまたさらなる規制基準への反映というものを検討していきたいというふうに考えております。今回は、この先ほど話した部分についての考え方というものをまとめたものでございます。 で2ページ目のほうに具体的には規制要求の考え方ということで書いてございますが目的としましては先ほどお話したような重要安全施設への電力供給にかかる電気板とそれに連結された乗用の電気板というものを対象とします。それでそういったものについての爆発の影響を減少させ発熱を抑制するとともに火災の発生との損壊の拡大を防止するということになります。 で対象とする施設としましては実用発電炉と研究開発段階発電炉それと再処理施設を対象としたいと考えておりますで他の試験炉等につきましてはですね電源を必要とするような動的機器を用いなくても未臨界の維持ですとか崩壊熱の除去等が可能なので今回のは対象から外しております。で要求事項としましまては 目的とほとんど同じですが対象とする電気板におきましてアーク放電による爆発の影響を減少させるということとアーク火災が発生しないように遮断機の遮断時間を適切に設定するということを求めていきたいと考えております。 で散髪の今後の対応でございますが今回、その規則等の改正案を作りましたのでそれと併せて皮膚に関する電気板の設計に関する審査ガイドというものを作りましたのでそれに関して意見募集を行うことにしたいということでございます。 そして中身としましては3の1にありますが規則との改正につきましてはあのまず技術基準規則におきましてです、ね、保安電源設備においてアーコーデによるその損壊の拡大防止するということを規定するのとその解釈の方でです、ね、具体的に遮断機の遮断時間の適切な設定等によってアーコーデに起因する損壊の防止等を 拡大防止できる設計とすることを求めるということで、別紙1に関連するその規定と、その別紙2にはです、ね、その規則の解釈の部分を具体的に後ろに添付しております。 そしてまた3の2として、審査ガイドですけれども、これは適用範囲としては基本的には原子力発電施設における設計に適用するということにしておりますが、3ページ目の方に頭にいっていただきまして、研究開発段階路と再処理施設に関しましても、本ガイドを参考に対応するということにしたいと思います。 ガイドの位置づけとしましては、その設計の妥当性を審査官が判断するための考え方の一例を示すものというものでございます。でガイドの中身としましては、カッコ3のところに書いてございますが、あのアクオーデンの試験を行って、その敷地に該当するような対応を試験で求めることになりますが、その試験のやり方。 をまず書いているのとで型格子の2としましてアーク火災の発生の評価ということでアーク火災が発生する敷地をどのように求めるかというやり方を書いておりますそして、各国4の判断基準としましては対象とする電気板の遮断時間がこの敷地に相当するような継続時間よりも近いあ小さい値に設定されているということを確認するということ。それとアークの発生 ステージにですね。爆発が発生しても、火災検知器等の機能が維持されることです。とか、消火が可能な状態であるということも併せて確認をするということにしたいという,うに考えております。こういった具体的な内容が後ろの脳の添付されている審査ガイド案に、えー、具体的に記載をしております。そして経過措置に。<coughs> 経過措置に関しましては、あのこの事業者の方で、この皮膚に対する検討を行ったり、あの変更申請等を行ったりあと、あるいは工事を行う時間と、あと審査側の方での審査する時間とも考慮しまして、えー、遮断機の交換等は、まあ、施設の停止中にしか行えないというものもあるので、大体いい2年ぐらいを考える必要があるかと考えております。で具体的には、えー、とそこのの番下の丸1 と次のページの2にありますような期限まではあの適用しないということでの経過措置を設けることとしたいと考えています。で具体的に1としまして、季節の発電炉につきましては、施工から 2, 2年以降の最初の施設性検査の終了の日までに完了するということ、そして次のページにまいりまして、2としまして、建設中の原子力発電所等に関しましては、施工日以降の運転開始の日の前日までに完了するということを求めています。 たいと思います。あ、そこまでは適用しないということにしたいと思います。それと、えっとなおで書いてあるのはそれまでの間のその申請等をできるようにその規定も加えるというものでございます。そして、あとあのがえっ、ー、と 原発の初めのところで書いてありますがその他です、ね、関連するガイドとして、えー、別紙1の一番下にですね、下に内部火災影響評価ガイドというものがありますがこれはあの単純なあの用語の統一という観点ですね、ちょっと後ろの資料には特には添付はしておりませんがこういったものを併せて改正をしたいということでパブコメをかけさせていただければというふうに考えております。以上でございます。 はい、それではご意見、ご質問お願いします、はい委員 2> えと。2つ質問があるんですが、まず1つ目です、あのこの対象電気板についてで、この対象電気板というのを何にするかということに関しては、4つぐらい選択肢があるように思ってるんですね、で1つは、重要安全施設への電力供給にかかる電気板に限るという考え方、えー、いわゆる非常要件に限るというもの。 で2つ目は今回提案されているように連結された常用電源も含むと一体化している常用電源も含むとで3つ目は近接している常用電源も含むと影響範囲例えば水平0.6メーターだとかあの延長1.5メーターとかありますけれども影響が及ぶのであれば近接している常用電源も含むという考え方そして4つ目は最も広いのはその同一火災区画内にある 常用電源はすべて対策の対象とするという考え方があると思うんですが今回、この一体化している連結されたもののところまでとしたその対象電気版の考え方を教えてください、はいは、えー、規伊崎でございます。えっとまずですね <coughs> えっと、今のお話の中にも出てまいりました、あの、火災の防護対策として、あの、隔離を、相互の系統を、あの、話すとかっていう規定がまずございまして、そういった対策がまず講じられているということで、え、それとですね、あと、あの、今回、あの、まあ、 日本でも発生した例としては、あの、地震の時のあの、女川の発電所で発生した例があるんですが、この時もあの、連結されている電気板については損傷が広がっているというのは確認されておりますけれども、あの、向かい側にある電源までは影響は及んでないということとかも踏まえましてですね、あの、今回は、あの、そこの、連結されているものであれば影響が及ぶということで、そこまでを対象にして、え、 あの今回は規制の要求にしたいというふうに考えております。で、基本的にはそこであ,のある程度の対策は講じられると思っておりますが、あのさらなる影響につきましてはです、ね、引き続き研究をして、必要があれば追加をしてまいりたいと考えておりますあの研究して必要であればっていうロジックは通じないと思うんですよね。分からないんだったら、そこは対象にしなきゃいけない。 対象、影響が及ばないという知見があるんだったらばそこは除くことができるけれども今後研究をしていって知見が得て必要だったらやりますっていうのはあの説明として筋は通らないと思いますよ。でまあ女川の例を引いてそれから継続的な改善だからまずここから始めるんだっていうのはある程度理解できなくはないけれどもそれと2つ目の質問っていうのはこの「連結された」っていう言葉の定義なんですね。 何をもって連結されたっていうのか、電気板のその躯体がくっついてる意味なという意味なのかじゃあそれが限りなく近いところにあったらそれは連結されてないって隙間がちょっとでもあれば連結されてないっていう定義になるのかこの対象電気板の定義それから今回その対象としないのであればなぜ対象としないのかっていうところがきちんと説明されているべきだと思うんですが。 そうですねあの。委員おっしゃるようにあの、まあ、基本的な対策はあの火災防護対策等も含めて行われているというふうに理解しておりますがそのより一層の信頼性向上という観点で、えー、まずあのくっついているものについてはあの影響を及ぶ可能性が高いということで対象にしておりますしでそれ以外のものについてはですねあの 1, なんでしょう1センチとか1 0ンチ離れた部分にあるとかっていう例があの実際にはないということとですね、あのー、ということで、まあ、基本的にはあのくっついてるもののみをまず対象にして、まあ、これも一例しかないんですけれどもそれを含めて対象にするということで、あのー、基本的な対応としてはあ取れるのかなというふうに考えております。で、えーえー あとは、まあ、あのそこで基本的な対応は取れると考えておりますけれども、さらに新たな知見が出てくれば、そこはそれでまた必要に応じて考えたいというふうに考えております。これは影響範囲が基本的に特定されていると答えているのか、特定されていないと答えているのか、どっちなんですか。 基本的にこれまでの試験の状況からすればあの今回の範囲である程度対応できると考えております。はい,あはいま,す、はい、まずあの現職 庁のです、ね、安全研究によってまあこういうふうな対応ができるようになったこと、いいことかと思いますので,です、ね、まず関係者に感謝したいと思います。それで質問なんですけれども、どの時間まで悪放電の継続時間を短縮すればよいかのとです、ね、どの時間までというのは、これはしっかりと確定できんでしょうか。はい。えっと この今回、資料でつけ,まして、えー、つけさせていただいている資料の一番最後にです、ね、あのガイドの案がついているんですが、その本当に最後のページにあの付録の E としてあの今回、規制地で行った試験の結果が書い出ておりますが、グラフとして表しておりますで。ここにおきまして、アークの継続時間を横軸にとって、縦軸にアークのエネルギーというものをあの図にまとめております。で例えばこのののの四角っていうのがです、ね、高圧電源版での試験の 結果でございますけれども、あの右上のほに行くにし 従って赤い印がついているのはあの火災まで発展したものということで,で、えー、真ん中辺りにあるあの四角ですけれども白抜きになっているものこれはあの火災まで至ってないという例でございまして、えー、この赤いものと白いものとの間に敷地があるであろうというふうに考えておりまして、えー、その敷地に相当するものっていうものが例えばここでいきますとあの,アークの継続時間でいきますと2 5 2.0秒から2.4秒あたりまでの間にあの敷地があるであろうということが推定できますので、えこれ以下の時間となるようにその設定時間を設けてもらうということになります。あの今のお話でですね、あのまあ実際のこのアークソンシの例がですね、あの地震の揺れによってその、うん、電気盤の中でですね、あの放電が起きて。 あのまあ火災になったということでこれはあのですからそのある意味こういう電気板を設計する時にはやはり地震の揺れというものもきちんと考慮しなきゃいけないということだと思うんですけれどもそれについてはこの審査ガイドの中で何かそのこういうふうにしなければいけないというようなことを地震の揺れに関してですねあのどこかに書いてありますか 今回はですね、アーク放電に関してということでのガイドにしておりますので、あの基本となりますと、火災防護の審査基準というのが別途ございますで、そちらの方には、あのこういったその地震とかに対してもきちんと機能するようにということがあの要求されておりますので、そちらでカバーされているというふうに理解しておりますああそうですか、そうすると、ただこれ、電気板の設計に関する審査ガイドって書いてあるので、 なんかそこのところを例えばその他のガイドとの連携とかですねそういうことを何かこう明記しておいた方がいいんじゃないかという感じがするんですけれどもそういうのは必要ないんですかね。 えっと、火災防護の,方の審査基準というのがですね、あ審査ガイドというあ、評価ガイドというのが、あの別紙1の、まあ、関連するガイドとしてあの項目だけ掲げておりますが、この中ではあの火災の原因として、このコアクソンネルギー悪損傷というものもあの当初から入っておりまして、えー、そのお 今回はその火災発生の防止のところを特にあのこういったガイドとして試験をやってその分の設定時間というのの設定の仕方をガイドとしてまとめたものなので,え何でしょう従来ある火災防護対策のさらにあの詳細なものをここで記載しているということで整理しておりますああ。すそうですか、まああの。実例としてそういう例があったということでお,きあのお尋ねしたわけですけれども。 あのなるべくあのそういう実例を尊重したような形でやっていただくのがいいというふうに私は考えます。あ以上でですすよろしいですか、はい、あのこうやって安全研究の成果を規制に反映するというのは重要なことだと思いますけれども一つ教えていただきたいのはその、まあ、試験を行って敷地を求めるということなんですが。 この試験というのは事業者が個々に実施するということになるんでしょうか。えっとまあ、個々に行っても結構ですし事業者全体でまとめてあのやっても結構ですしそこはあの今回示したやり方に従ってやっていただければ結構だということでございます。その場合、電気板というのはいろんな種類があると思いますけれどもある程度パターン化はできるんでしょうか。 えっとですね、確かにあの電気板の大きさですとか密閉性だとか中にどんなものが入っているかによっていろいろ条件が変わりますので実際に発電所で使われているものに、まあ、そのものを使うとかあそれをきちんと代表的なもので試験をしてもらうということになるかと思います、はい、あのこの対象範囲であってもその実施することはいいことなのだあえて反対はしませんけれども。 やはりあの対象電気板をこれこれとするっていうことに関してはきちんととししした説明を準備してほいと思い思ますそれからもう一つはあのこのヒーフに関して言うとこれは川島さんたちがその安全研究としてや出してきた成果というのはあの十分尊重したいと思いますけれども一方これオイスイリネアのヒーフに全く触れないで書いてるのはちょっとアンフェアだと思いますけれどもそれを国際共同プロジェクトとしてヒーフの実験というのはなされているわけで。 なんかあたかもこのうちの安全研究だけでっていうふうに読めるけれども高エネルギーアークがその国際コミュニティで議論になったのはずいぶん昔まあしばらく前からのことなのであのまあ研究結果として引くのであればあのもう少しえふさわしい書き方があったようには思います。よろしいですか、えっと まあ、あのこの非常に雑白な言い方をするとこういったアーク放電に皮膚によってあの火災に至るようなことのないようにという対策だと思うんですね。でまあそのアー,クアーク放電が起こるようなその要因は地震だけじゃなくて場合によっては雷みたいなものもあるだろうしよく分かりませんけれども。 だからその辺りについて基本的にはあのそのまずこの放電に伝を原因とする火災を起こさないっていうための、まあ、規則だガイドだと思いますのでそういう理解でいいのではないかと私は思ってます。それから福田さんが最初言ったのはとあのちょっと意見の理解の疎害があったみたいなんだけれども。 えっと現時点ではあのこのガイドで十分防げるという判断をしているけれども、まあ一般論としてわ、えー、からないことが出てきたらく,くことは否定しないってそういう意味ですよね。あの新しい研究によってっておっしゃってましたけど、まあ要するにじあ今のげち実験では及ばない。 ようなことが起こるかもしれないってことは否定しないという意味でおっしゃったんでしょう。違うんですか。私の指摘は、うん、この先はわからないから対象範囲にしませんっていうのは説明として通りませんよと言っているだけのことです,で,すですから表現の問題になったら表現の問題としてきちんとした説明を準備してくださいと言ってるだけで、うん、あの非常に重要なあのその安全に対するあの根本に関わるいいぶりですからそこはよく整理してまあ今後も。 含めてあの発言なさるようお願いしたいと思います。えっ、ー、と特にあの少し議論がありましたけど、よろしければこういうことで、えー、パブリックコメントにあの挙手したいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。それじゃあ,あのそのように進めてください。えっ、ー、と。 次の議題は、平成29年度放射線防護分野の安全研究についてです。西田放射線対策保障措置課長から説明をお願いします。 はい、それでは資料3の平成29年度放射線防護分野の安全研究についてお借りしたいと思います。本件でございますけれども平成29年度原子力規制委員会予算案における新規事業といたしまして放射線安全規制研究戦略的推進事業費として計上しているところでございます。本事業は、放射線安全規制安全全…規制 推進研究推進事業と放射線防護研究ネットワーク形成推進事業で構成をされておりましてこの放射線安全規制研究推進事業につきましては原子力規制委員会が毎年度設定する重点テーマに基づいて調査研究を公募することとしております、まあ、今回この重点テーマについてご了承いただけましたならば年度内に公募を開始できるようにこれらの事業について準備を進めてまいりたいというふうに考えてございますでなおこの本事業 原用の実施につきましては、まあ、現在国会に提出しております29年度予算案、およびまあ原子力利用における安全対策の強化のためのまあ改正法案の成立がま前提となっているところでございます。で続きままししててに記載しておりますのが、まあ 今回お諮りさせていただきます。ま放射線安全規制研究推進事業におけるま平成29年度の重点テーマの案でございます。このテーマの絞り込みにつきましては、この放射線防護分野のま専門家ま18名からまヒアリングを行いまして、まそこで得られたま多数のテーマを参考にですね。 今後、規制委員会が実施する規制活動におけるニーズ、え国内外の動向、そして、アライフォーや放射線審議会の動向を踏まえまして、まあ、将来、規制対応のために、まあ、必要となる調査研究においてえ、優先度が高いものを5つに絞り込んだものでございます。テーマとしては5つございますけれども、領域としては、1つは、まあ、規制等整備運用領域、これは将来的な規制対応として、 整備が必要な調査研究ということで、まあ、比較的に短期に成果が得られる必要があるものでございますそしてその2つ目の放射線防護基盤領域につきましてはこれにつきましては、まあ、より長期的な基盤としての調査研究が必要なものということで整理をさせていただいてございますそれぞれのテーマについての内容でございますけれども資料を1枚おめくりいただきまして3ページに閣老についての資料を記載をさせていただいておりますまず1つ目 のテーマ1でございますけれども、単寿命のアルファ核種の RI 利用における合理的な放射線安全管理の在り方に関する研究でございます。これにつきましては、近年、単寿命のアルファ核種を用いた放射線治料に関する事件研究および医学研究が進められておりまして、国内外で急速に利用のニーズが高まりつつございます。これにつきましては、昨年、アルファ核種を用いた医薬品がです、ね、国内初の承認を受けるなど 徐々に社会的にも利用が進んでいるということでございますこれらにつきまして今後の管理体制についてです、ね、国内でこういったものを利用していくにあたっての管理体制につきましてはその実態を調査し、合理的な安全管理のための管理技術といったものを調査研究が必要ということでございまして今後2年間ほどをかけて調査研究を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 続きましてテーマ2の加速器施設に関するクリアランス制度の運用のための研究でございます。これにつきましては RI 法におきましてこのクリアランス制度が導入をされておりますけれどもその評価手法が確立されていないということでございますので今後、その実際的な運用に向けた管理手法について調査研究を進めるということでございます。これにつきましては 従来実施してきた成果等もございますので、まあ、来年度1年間にかけて成果を出した上えで規制に反映をしてまいりたいというように考えてございます。 続きまして、テーマ3の水晶体の透過線量限度の国内規制取り入れ運用ための調査研究でございます。これにつきましては、2011年の ICRP ソウル声明で新たな推奨体に関する基準といったものが出されているところでございますけれども、今後、こうした新しい基準を国内規制に取り入れ、 を検討するために必要な調査研究を実施するものでございますこれにつきましても来年度そして30年度の2年間で成果を植えた上で規制に反映をしてまいりたいというように考えてございます続きまして、えー、放射線 防護基盤領域の方のテーマでございます。テーマ四につきましては内部被曝の線量評価コードの開発に関する研究でございます。これにつきましてはまあ ICRP2007 年勧告以降 ICRP においてまあ順次内部被曝の実行線量係数のまあ計算結果が発表されているところでございます。まあ今後こうした新しい実行線量係数をまあ国内に取り入れるに当たりましてはその計算結果の検証あるいは日本人に適したパラメパラメータ の設定といったものの調査研究が必要であるというように考えてございますこれにつきましては来年度以降ま4年間ほどかけましてそうした高度の検証それから評価といったものをですねしてまいりたいというように考えてございますそして最後の5番目でございますけれども放射性要素の迅速高精度な内部被曝のモニタリング手法に関する研究でございますこれにつきましてはま事故などの緊急時に比較的早い段階において 精度の高い計測によりまして内部被爆線量評価を行う必要があるところでございます。これにつきましては、えー 迅速な計測のための装置の開発、あるいはその評価手法の確立が必要とされているということでございまして、まそのための調査研究をして、迅速な対応ができるような体制につなげてまいりたいというように考えてございますえ。以上え、5つのテーマでございます。で、これらにつきましては次のすいません。元に戻っていただきましてえ、2ページ目でございます。けれど、もえ、これらの調査研究の推進体制についてでございます。え、これにつきましては、研究推進。 委員会および研究評価委員会を設置し、それぞれの課題の選定、推進、そして研究計画および研究成果の評価を担っていきたいというように考えてございます。 これらに対しまして原子力規制庁職員は研究推進委員会には委員として参画をするとともに研究評価委員会にはオブザーバーとして参加する予定でございます研究推進委員会の中には3名程度プログラムオフィサーを任命としまして研究課題の実施段階からですね外部の評価を取り入れて進捗管理をし体系的戦略的な研究の実施に寄与してまいりたいというように考えてございますでなおこののプログラムオフィサーをまあ統括するものと いたしまして通常はこのプログラムディレクターといったものをま配置する場合がございますけれども本事業におきましてはプログラムディレクターの役割を規制委員会委員に担っていただきまして、まあ、全体を統括するような形で進めていきたいというように考えてございます。 またのこういった会議、評価、推進および評価のための会議等につきましては、別途委託をするということで考えてございますけれども、原子力規制委員会が重点テーマの設定および評価の報告等について、直接関与するとともに、前日させていただきました研究推進委員会および研究評価委員会に、原子力規制庁職員が参画し、事業全体を掌握をしていきたいというように考えてございます。 なおこれらの安全研究のプロジェクトの事前評価、中間評価、事後評価につきましてはこの研究推進委員会における課題選定の際の評価を事前評価としてそしてこの研究評価委員会における年次評価を中間評価および事後評価としてそれぞれ原子力規制委員会にご報告をすることとしたいというふうに考えてございます。 最後当面のスケジュールでございます、えー、今回この重点テーマにつきましてご了承いただきましたならばこの年度内に1ヶ月程度かけまして公募を開始ししていきたいというように考えてございますまた次年度以降の重点テーマの設定でございますけれども今回は予算成立前ということがありましてヒアリングによりテーマの抽出という形をさせていただきましたけれども次年度以降につきましてはこの放射線防護研究ネットワーク研究 研究推進事業におきまして、研究者間での議論で、重点テーマの候補を抽出、提言をしていただいた上えで、このテーマ設定の参考としていきたいというように考えてございます。以上、この重点テーマの内容につきまして、お諮りいただければというふうに考えております。はい、それではご意見等ありましたら、ご質問、はい、どう あのここに挙げられている研究の内容領域等々については誠に結構なことなんですけど体制についてはい,いささかいくつか懸念があるので申し上げておきたいことがありますあの。本来こういった研究の課題の選定というのは外部の意見を十分に聞くことは非常に重要であるけれどもその選定を外に委ねてはいけないというのもう決定的に重要なところです。でいくつか疑問があるのはまあ委員の一人がプログラムディレクター 担うとあるんですけどこの研究推進委員会にはあのやはりそのプログラムディレクターが出席するべきでもうそれ明記されてないけれどもあの出るべきだと思うのとそれから、えー、両委員会というのをこの推進委員会評価委員会というのはもう完全に公開でやってほしいと、えー、YouTube 付きで、えー、記録議事録完全議事録ついて傍聴者が必ず来れることこれがまあ必須だろうと思っていますで。もう一つは 会議開催に係る事務等については別途委託することとするってあるんですけど少なくとも研究推進委員会についてその事務を外へ投げることっていうことはに懸念がありますこれね一人歩きしだすしそれから本来責任を負うべき主体の外にですね あの一人歩きしかねないような意思決定を行うところが出てくるんじゃないかってこれ長い間時間が経つとだんだん昔に戻っていきますからでそもそも規制委員会や規制庁は JNS と合流した時点から内部に TSO を一定程度持つまあこの分野に関しては非常にあの人員も少ないというかほとんどないということは承知はしているけれどもその事情を勘案したとしても この研究推進委員会に係る事務を外部に委託するべきではないと私は思います、えっと、ちょっとあの具体的に名前が出てないんですがプログラムディレクターの役割を規制委員会が担うものこれはたぶん、万員になってもらうということで皆さん内々ご了解いただいているんだろうと思うんですがそれでよろしいですか。 まあ、はいあの私もそのつもりでこのように書いてもらったところで、まあ、あの今の更田委員のご指摘はもっともなんですけれども、まあ、現実にその旧 j n s を取り込んでもこの放射線防護分野の専門家がまあ規制庁内にいない。 でいろいろまああの人的なリソースが限られる中でも、これも事務局としてのほとんど苦肉の策でしたので、まあ、そういう中で丸投げになってしまわないように、で一人歩きしてしまわないように、まあ、このプログラムディレクターというような形で、まあ、私はあの積極的にコミットしていきたいと思っていますでこの会議開催のジムまで外へ投げちゃったら、ますますもって中に人が育たないんじゃないですかまあそこは考えなければいけないですから。 核の山でございますあの。ここで外に出すのはまさしく会議路地のところでございます。少なくともそこについて全て内政化をすることによって、まあ、本来サブスタンスをやるべき人間の労力が取られるのを防ぎたいと。 いあのましくそこのところをあのしっかりと明確にした上でやらなきゃいけないというふうに思っておりますしその将来的にはこれはあの規制委員会がおみになる規制庁の中の資源配分の問題だと思いますけれども我々が中でできるようになった体制を、まあ、中長期的には構築をしていくことによって将来的には解消できる問題だというふうに思っております。 はい先ほど受けた委員がです、ね、研究推進委員会の役割とか PO の役割とか大変重要だという話をして私もそう思いますが特にです、ねま、たこれまでいろんな国のクリープ,プロジェクトにおいてです、ねえー、PO をやったり等々いてです、ねまあ、そのおついてです、ね、どこの部分がまずかったのかどこをうまくいったのか、まあ、あんまりいいことなかったかかまあ、どこのところが反省すべき点だったのかまその辺よく見てです、ねえー、本当にこれは効果的に事業が推進できることを願っておらます。 私もけ田委員の,あの意見に賛成ですね、この研究推進委員会とか研究評価委員会とか、この、まあ、一番大事な委員会については、ですねやはり、ま、あの外に投げるというのはあんまり、えー、よくないと思うんですね。あのぜひあの、規制庁の方で責任を持って、路地まで含めてですね、 全部についてやれというわけではないですけれども重要なものについては規制庁の方でやっていただきたいというふうに思います。 はい、あのご指摘の通りですね。あの研究推進委員会研究評価委員会につきましては、あのその内教的なサブ的なものは、もうこれは完全に原子力規制庁の方でですね。まあ、判断をしてやっていくという形でやってまいりたいと思います。まあ、今回委託と言っておりますのは、あくまでその連絡調整などとですね。まあ、事務補佐的なところでございますので、まあ、そういったところに。は、まあ、 外部委託をしますが、まあ、ただ、その中身の具体的な内容については、我々規制庁の方でです、ね、ハンドリングをしていくというようなことを考えております。それからあの、もう一点、公開の方につきましても、更田先生からご指摘いただきましたので、まあ、公開というのはです、ね、あの考えてまいりたいというふうに考えてございます。まあ、ただ、あの実はそのこういった研究の提案公募の場合には、その提案をです、ね、こう例えばヒアリングするときなどです、ね、まあ、研究者の例えばアイデアとか、研究動向とか、あるいはノウハウといったものがその中に入っておりますので、まあ、例えばそういったヒアリングする場まですてこう、 公開といいますと、なかなかその対研究者との関係で難しい問題あるかと思いますが、まあ、ただあの、そういった具体的に課題を決定するところ、タイミングではです、ねまああの、当然そういった部分については公開はできるというふうには考えております。あの私はロジスティクスに関わるような接点もある意味あの、経験として重要であると考えていて、少なくとも研究、えー、推進委員会については、他の検討会合等と,と同様に、えー、規制庁が あくまでこれの推少なくとも推進委員会についてはそのお会合開催事務を外部に委託することに関して少なくとも私は反対です。逆に言いますとお決めいただきますと事務局としてはそれに従って資源配分をするということだと思いますのであのご指示をいただければというふうに思います。 <laughs> なかなか難しいんですけれどもあの実際上実務上の問題もあるしそれだけあの路地をやったらその、まあ、経験がゼロということはないんだけれども私はあのこのメンバーですね委員の選定とかなんかについては主体的役割を当然果たしていただけるんだろうと思うしあのそれについてそのまあ 運営については、万員に大変ご苦労さんですけど、きちっと関与してもらうということで、進めるのが今の現実にいろんな仕事を抱えている中で、それぐらいじゃないのかと思うんですが、要するに研究機関ではないからね。研究機関でないからこそ、課題の選択に対してコミットすることが非常に重要で、これ、リソース問題なので、長官の見解を聞ければと思うんですけども。 あの私の見解と言うてもらえないんですけれども、ちょっとまあ今、先ほどから聞いておりますと、ですね、まあ、本件、ちょっと明らかに合意に達していないと認識をしましたので、あのちょっと今いただいた点を再整理をして、ですねもう一度やらせていただくことにいたしたいと思いますああのちょっと一点だけあの、テーマについてと体制問題と少し切り分けてご指示をいただければと思うんですが。 あの体制についてはあの今長官からございましたようにもう一度我々の方で整理をさせていただきたいと思いますがテーマについてはこういます。これですかこれからまた参加これからやっていった中でですね重要なテーマが出てくればそのテーマを含めて追加してやるということはよろしいです はい、あのこのテーマ設定、あの毎年度です、ね、あの設定する予定でございますので、今後、あの新たなテーマが出てくれば、その度にですね、あに設定をしてやるということでございますあのテーマで、今度はテーマの運用領域で、個別のテーマ、挙げられてますけど、このテーマの、そのこういったテーマが重要だって、こちらが考えてるのはいいんですけど。 キャッチする相手がいてくれないことには始まらないわけですけどそれぞれ個別のものに関してキャッチする相手がいる,のいるということで上がっているのかそれともう一つは加速施設に対するクリアランス制度運用のための研究ってこれを受ける研究機関ってあるんですかねちょっとその辺りを教えてください はい、あの今回の公募事業でございますので、まあ、完全にそのこの段階でですね、既にその委託を受けるところが決まっているところでは当然ございませんけれども、ただ、こういったテーマが重要であるというのはです、ね、あのまあ研究者間と我々との間でもいろいろと話し合いをしておりましてです、ね、ある程度こう、えー、応募をいただけるといいますか、提案をいただける目安はです、ね、立ってございます。またと、 この加速器のクリアランスの研究につきましては、これは実は今年度もです、ね、既に研究を実施しておりましてあの、こういった形ではございませんがあの、研究は実施しております、したがって、まあ、これについて、あのやりうるう、まあ、研究者というのはです、ね、あの当然いるというふうには考えております、うん、私は今の件については、いるいないにかかわらず、これはやらなきゃいけない仕事だというふうに思いますよ。 ねはい、このテーマのそこのところ100%やる研究グループ等がなくてもですね使いながらやってる研究の一部のところがこれに使えるとかそんな人たちがおればそれはグループ組んでやってもらえばいいなと思うんです、ね、ちょっと反論ちょっと委員長に対して反論っていうは見えば反論ですけどあの相手がいなくてもやらなければならない研究だとしたらば公募制度にはなじまないもうその今やってくれる人はいないんだけどこれはぜひやらなきゃならないっていうんだったら もしそれだったら公募したって応募さんはいないわけなんでそうであるんだったらこれやっぱり一定のこの放射性防護分野の研究を育てていくんだとするとこの公募っていうのは初期の手段ではあるけれどもある程度その育ったら今度は TSO を特定してそこへ例えば交付金なり何なりを投げられるような姿っていうのを描いていかなきゃならないんだろうと思うんですけどもあのまあ 幸いその西田課長の説明ではそれぞれのテーマでキャッチする人たちが少なくともそれぞれ複数いるということなのでそういった意味での提案なんだろうと思いますけれどもあのまあ少しこの推進委員会であるとかこの評価委員会をに対するコミットが下がってしまうと困るのは長期的に見たら。 やはりこの分野の TSO を育てていきたいということだろうからこれこそはやっぱり委員もきちっと関与して内部での議論というのがだからこそ重要なんだろう重要なのだというふうに思っています。 えっとまあ、あの少し補足ですけれども、えー、今回そのこのテーマを設定するにあたって、先ほど事務局から説明がありましたが、国内の18名の専門家と、まあ、あのかなり、えー、濃密なあの議論をいたしました。でその中で、えーまあ、上がってきたテーマであるということと、実際受け皿は、まあ、あるだろうという、まあ、あのこちらとしてもあの見込みを持って進めているということがあります。 それからもう1つは、えー、IRRS の中でその放射線規制に対して安全研究も含めてもっとリソースを割くようにという、まあ、あの指摘がありましてですねで今までその規制庁内でやっていたことも含めて、まあ、全てスクラップアンドビルドをするという形で出てきている部分がありますですから特にこの加速器に関しては、まあ、これまでもその積み上げがありますのでそれをベースにすればやっていけるだろうというふうに判断はしています。 いいですか。まあ私もいろいろ議論したいところあるけどももうやめておきます。えっ、ー、とこれはペンディングということですけれどもどうしますかね。えっ、ー、と少し事務的にはい。え、はい、それではあのテーマの方はですねあのもし。 テーマの方につきましてはですね、ご了承いただけるということであれば、これをベースにあのやりあの進めさせていただきまして、でであの評価体制とか実施体制につきましては、ですね、今いただいたあのコメントをいただき踏まえまして、ですね、また少しあの、まあ、公募要領といいますか、そういったような形のときに少し反映をさせた上で、また改めてお諮りをさせていただければというふうに考えております。今の事務局の提案でよろしいですか、はい、それじゃあ、そういうことでお願いします。 <laughs> ちょっともう12日回りましたけれども、最後の議題になりますが、平成28年度マネジメントレビュー等についてです、原子力規制委員会の平成28年度重点計画の達成状況の評価等について、原田西部サ,イサイバーセキュリティ情報科3時官、小森監督、えーっと、監査業務改善推進室長から、 説明をお願いします。原子力規制庁の原田でございます。平成28年度マネジメントレビュー等についてご説明を申し上げます。資料4をご覧ください。概要を記したもの A4 のものが1枚ございます。これによって簡単にご説明を申し上げます。内容は大きく2点ございまして、1ポツ平成28年度マネジメントレビューについて、2ポツマネジメントシステムの改善案について、この2点がございます。これらについてご審議をお願いいたします。 各項目の詳細を示す資料として、別紙1から別紙3までを添付しております。第1点目、平成28年度マネジメントレビューについては2点ございます。1点目は、平成28年度重点計画の取り組み実績の取りまとめであります。原子力規制委員会では、中期目標にのっとって、毎年度重点計画を定めて PDCA を実施しております。この度、平成29年度重点計画の策定も睨みまして、 現時点での平成二十八年度重点計画の取り組み実績について評価をし、今後の取り組みを検討してまとめた案を作成いたしました。評価結果は資料にありますように、概ね達成、一部達成、未達成この三段階としまして、ローマ数字で示した重点計画の大項目ごとに集計しますと、お手元の資料を記載の通りとなっております。概ね達成が多くございますが、一部達成にとどまると評価したものもございます。 その原因は例えば検討過程で国会提出中の法律案の審議等を踏まえた方が良いという判断に至りましたとかあるいは施策を十分に検討するためにさらに委員会等における議論などが必要だという判断に至ったあるいは相手のある事案で先方の都合による予定よりも時間がかかっているといったものがございます。詳しししくは別紙のとおりでごございましてて業務ごとに改善すべき点をを含めて評価をし 今後の取り組みについても検討してまとめの案を作成いたしておりますご審議の結果を踏まえ平成29年度重点計画案の策定も進めてまいりたいと考えております2点目は平成28年度内部監査の結果等についてであります昨年4月設けられた監査業務改善推進室が平成28年度6部署を対象に内部監査を実施いたしましたその結果要改善事項はございませんでしたが 監査対象部署における改善が望ましい事項11件監査対象部署以外の部署における検討等が求められる横断的な課題が3件ございましたこれらはいずれも改善のための対応を既にしたか予定するかしております横断的な課題としましては例えば職員が学会等へ積極的に参加するためのルール整備などがございましたまた東京電力福島第一 発電所自己分析データをまとめて日本原子力学会の論文誌に掲載されるなど良好事例も11件ございました詳しくは別紙2-1のとおりでございます内部監査とは別に点検も実施いたしましたこれは本年に入って改善等のため事案ごとに目を受けて随時実施するようにしたものであります すでに委員会等に報告等なされておりますが、等級別扱い、まグレーデッドアプローチの視点の一層の浸透を図ることなど、教訓とすべきもの等2件がございまして、それぞれ改善等を図ったところであります。詳しくは別紙2-2の通りであります。今後も部署における業務の状況等を見る内部監査、また事案ごとに改善を図る点がないか、随時命を受けて点検する活動を続けてまいりたいと考えております。 第2点はマネジメントシステムの改善案についてでございますこれについては2点ございまして1点目は PDCA サイクルの改善でございます現在 PDCA サイクル回しておりますがこれに関する制度としてはマネジメントシステムのほか政策評価、年次報告、行政事業レビューといったものがございますこれらの制度、まあ、目的や評価の時点といったものが異なり例えばマネジメントシステムは業務ごとに PDCA を実施するためのもので 年度中に C と A を行って次年度に繋げていくといったやり方をとっておりますが政策評価は業務をまとめた政策について年度終了後に評価を行って以降の政策につなげていくといったやり方を取っていますまた年次報告は国会に対して所掌の事務を報告するものであるとともに今申し上げたような評価ですとかあるいは計画策定の前提となる事実関係を取りまとめる機能を持っておりますまた先ほど年度重点計画についてご説明いたしましたがより長い期間については 中期目標が策定されているなど対象や機関の長短によって手順の計画等が策定されておるところでございます別紙3のとおりこれらの関係を明確化し関係する制度が連携してより円滑に PDCA サイクルを回せるようにしたいと考えておりますまた関さんにつきましても先ほどご説明したような取り組みを行っていきたいと考えております2点目はマネジメントシステム改善ロードマップの進捗状況についてでございます 昨年決定されましたマネジメントシステム改善ロードマップについては、弁士さんに記載いたしましたが、行動プログラムに盛り込まれた取り組みをそれぞれ進めているところでございます。ご説明は以上でございますので、ご審議をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それではご質問、ご意見ありましたらお願いします。はい、あのこのマネジメントレビュー、えー 別添一をはじめ、それから別紙の資料を見ただけでも、そのマネジメントレビュー自体は、随分改善されているように思っていまして、あのまあ、より良い取り組みに向けて、前進してもらったことを感謝したいと思います。でただちょっとと全体のの傾向として気になるのは 聴観官房であるとか技術基盤グループに関していろいろな例がグッドプラクティスや改善点等々を含めて挙げられてるんだけど規模に照らして考えると原子力規制部がやや少ないんですねあのそれぞれの項目に関しても確かにその本当の規制の実務に当たってるというところから、えー、なかなか抽出しづらいところはあるんだろうと思うんですけれども。えー まあ全体の要するに規模から考えても長官官房でこんだけ抽出された事項があってそれから技術基盤グループでこんだけ抽出される事項があるとすると規制部がこんだけのはずはないかなというふうにあのグッドプラクティスも含めてもっとあるように思いますのであのこれはまあ今後バイアスを持って見てもらっては困るけれどもただあの今後ちょっと注意深く見てほしい部署だというふうに私は思いました。 ごご指摘ありがとうございます、えー、業務の塊をです、ね、どのぐらいのこう規模でやるのが良いか、あるいはどういう切り分け方をするのが良いかといったところと、まあ、関連するところだと思いますので、えー、実際にこう各部署とです、ね、よく話をした上で、計画策定の段階から考えてまいりたいと存じますはい佐藤委員、はい、あのコメントと質問なんですけれどもあの、この。 28年度内部監査のところで,で、ね、S−1 のがです、ね、3件あって彼は多くの部署にまたがるような話だと、まあ、こういうふうなものがです、ね、出てきて規制庁全体としてです、ね、いっぱい改善することが大事だと思うんですけども同じようなことではこの上の達成状況の評価の中においてもですね その関係してるところだけじゃなくて他のところにもですね、えー、参考になることが多いかと思いますであと一つあのマラジンシステムの改善というのがあるんですけども29年度ですが来年度はですね特にどういうふうなことが重要な年度であってそれに向けてもう今年度少ないんですけどどういうふうなことに注力しつつですね準備を進めようとしてるのか教えていて それでは、監査室長の方からお答えいたしますけれども、あのまあ、資料3のほにもございますように、まず大きな課題としては PDA サイクルの改善ということで、29年度施策からです、ね、全体を順次見直しつつです、ね、先ほどあの原田のほから申し上げたようなことで,です、ね、より良い p d c サイクルを回すというのが、おそらくマネジメントシステムの一番中核の部分かなと思っております。 それから2つ目で、今、福田先生からもご指摘ありましたように、規制部等も含めてです、ね、内部監査、しっかり見ていきたいと思っているのが大きな論点だと思っております 2>, 他に、はい、2つ簡単な質問をしたいんですけども、1つはその評価の視点に照らした達成状況ということで。 あのこれ4番目がですねなんか他の項目に比べると達成おおむね達成という割合がですねあの低いように思うんですけれどもこれについては何か事情があるのかというのが一つですね。からもう一つはですねかっの2の内部監査の結果の,この、まあ、評価のなんですが。 要改善と改善が望ましい事項と良好事例というのはまあ分かるんですけどもその間に書いてあるこの横断的課題というのはこれはその、えー、監査の,その結果として横断的課題というのはどういう意味なのかというのはよく分からないんですけどもそこのところをご説明いただきたいと思います。はいえっと、それぞれぞご説明申し上げますますず1点目の ローマ数字の4実績取り組み実績のまとめでローマ数字の4においてあれです、ね、一部達成というものの数が多いのではないかというその事情についてというお尋ねでございますがこれについてはその個々に見ていきますと先ほどご説明の中でも若干触れましたが。 この分野ではですねやはりこう検討を始めてみるあるいは実際にこう取り組んでや,やってみますとさらにこう検討を要するぞあるいは事情が分かるに従ってですね業務量がさらに多いのではないかということが分かってくるといったものが多くございました。そうした事情があると考えております具体的には 例えばさらに検討を要するものとした民間企画の活用の問題ですとか、あるいは廃棄物の埋設の話、あるいは先ほどご審議ありました皮膚の問題ですとか、いったもの、それぞれにこうやっていく中で,です、ね、さらに詳しくやらねばといった話が出たところではございます。ちちちちょょっっとと待待くくだだささいいこれはです、ね、皮膚の話 分かりますすこ,こちらの4ですね、えっと、今あの申し上げたんですが4はです、ね、さらに細かく分かれておりまして1点目が最新の科学的技術的知見に基づく規制基準の継続的改善といったものがあり2番には安全研究の実施等による最新の科学的技術的知見の蓄積3点目が原子力規制人材の確保及び育成の仕組みの確立というふうに分かれております。 で、それぞれ見ていきますと、実際にこう検討等を進めていく中でですね。まあ、先ほど挙げましたような事項などを事項を始めていたしまして、さらにこう検討をですね。していかねばならないということが分かってきたといったものがございました。また他、他、えー、人材の育成等について、こう考えていく中でもですね。今まさにこう法改正を国会に。 改正案を提出して審議をいただこうとしておるところですけどもその内容あるいは審議の結果等々を踏まえてです、ね、検討しなければならない事項が出てきているといったようなものによって当初,予定したも当初の予定よりも時間を要するというふうに判断をしたものといったものがございます。 大体そういったものがこの分野には多かったというのが原因でございます。これが、まあ、要するに最初から、はい、かなり困難な課題が結構多かったとそういう意味ですね。左右でございます。これがえっと一点目でございます。二、はい、点目と横断的課題でございますが、内部監査はですね、基本的にそれぞれの部署に対してですね、業務がどのようになっておるかといったものを見るために入っており、その部署における問題点どのようなものがあるか、あるいは良好事例があるかといったようなことで見ております。 ただ、そうしたものを見ていく中でこれは実はその部署だけで,ですね対応できるものではないだろうといったようなものも当然に出てまいりますでそれを全く監査の結果としてですね組み上げないというのもいかがかというふうに考えましてえそうしたものについては関係する部署にですね検討をお願いするなど検討を求めるといった対応をしようということで横断撤回という項目を設けたものでございます。はい あのもうだいぶ時間も経ってますので手短にコメントだけ申し上げますけれどもえと昨年よりもだいぶ見やすくなったと思いますがやはりこの達成状況に関してえおね達成とはどういうことか一部達成とはどういうことかあの書く方も多分書きにくかったでしょうしえ見る方も何か分かったような分からないようなところがありますのでまあこういう分類が本当にいいのかどうかっていうのは引き続きえ検討していただいた方がいいかなというのと。 それとまあ内部監査、今、横断的課題とかいうのがありましたけれども、内部監査をする中で、ですね場合によっては、打ち返す相手が、もうあのトップマネジメントであるということもあると思うんですね、ですから、ああ状況次第では、もうこの規制委員会、規制委員に対して、ですものを言うということも、意図わないでいただきたいと思います。 ご指摘を踏まえてです、ね、やってまいりたいと思います。あの評価の仕方についても、まあ、マネジメントシステムを年々改善を図っていくべくやっておりますので、ご指摘を踏まえてさらに検討したいというふうに思います。それから内部監査等において発見した課題等についてもです、ね、まさに内部監査は委員会の目を受けて、あるいは長官次長の目を受けてやっておるものというふうに考えておりますので。 その結果について申し上げるべきものがあれば、まあ、こういう言い方をすると申し上げないんですが、忌憚なく申し上げていきたいというふうに考えております、よろししくお願いいたします、まあ、あの私からも簡単に一言申し上げますけれども、後ろに資料3の方に改善ロードマップの実施状況よ今後の予定というところに、委員の役割も十分書いてあると思います。私はあの まあ非常に忙しい職場ですので、まあ、皆さんが風通しの良い職場にして意見ものを言いたいことを言えるようなまたそれをきちっと反映できるような組織づくりを目指すということで一つ一つの項目が3点だ5点だ1点だっていうよりもそっちが大事だというふうに思いますので。うん ぜひそういう視点を忘れずに進めていただければと思います。えっとよろしいですか？はい、どうもありがとうございました。で、本日予定した議題は以上なんですが、私の方からちょっと2点ほどご提案があります。まず1つは先週の委員会であの？中心土処分に関する防護基準等について議論を始めたんですが。 それで非常に大事なことなので委員会としてもきちっと議論して合意を終えておく必要があるというふうに考えますがそれでそういった時間を、まあ、臨時会のような形で設け,たい設けていただこうと思うんですがもし委員のご賛同がいただければそうしたいと思うんですがよろしいでしょうか。で 議論を整理もうすうまくあの効率よく進める上で場合にお手数ですけれども少し事務局と相談しながら論点等についてもう一度整理していただければと思いますよろしくお願いします。はい、了解しました。また臨時委員会の方についてもお願いします。それ了解いたしました。よろしいですか。それでもう一点ですが先週のあの適合性審査の場で。 東京電力柏崎刈羽のいわゆる免震重要等の耐震性について東電から地震動に耐えられないというようなご説明があったと思います。で本件はですねこの,この手のものが審査の途中で何度か出ているというようなこともあってやはり審査する側と審査される側との間の 最低限の信頼性いいううのが少し疑義があるように思いますでこれについてはですねかなりその組織的な問題も含めてあの東京電力に対してきちっとこの変更申請をどういう視点でどういう姿勢で臨んでいるかということを正す必要があると思う それでこれは私の考えですがもし合意存がなければあの東京電力の責任者を読んでこれも規制委員会としてあのいわゆる適合性審査の中身というよりはその入り口のところできちっとあの姿勢をあの確認する必要があると思うんですがこれももし。 ご賛同がいただければ、これも臨時委員会としてあの持ちたいと思うんですが、いかがでしょうか？よろしいですか？じゃあ,あ、の事務局の方はあのできるだけ速やかにその準備をお願いしたいと思います。わかりました。はい、それじゃあ本日の議題特になければこれで終わります。どうも長時間ありがとうございました。